高田ダから1946年6月14日は、日本のピアニスト、バイオリニスト、音楽教育家、作曲家、東京下屋に生まれる、兄に海軍軍人、探検家の軍司茂田だ。作家の高田茂之、弟に歴史学者の高田茂とも、妹にバイオリニストの安藤美幸がいる、ルーサー・ホワイティング・メイソン、中村千、ウリュウ茂子にピアノを支持する。 1882年に入学した音楽取り調べ係の練習生の時にフランツ・エッケルトにバイオリンを習い始め、1885年7月に取り調べ係を卒業するとギヨーム・ソーブレイにピアノを、ヨハン・ラベルタ・タマリア・ティーツェに声楽を、1888年11月に来日したルドルフ・ディットリヒにバイオリンを指示した、1889年5月3日に、 日本初の音楽留学として、米国ボストンのニューイングランド音楽院に入学し、エミール・マールにバイオリンを、カール・フェルテンにピアノを、スティーブン・アルバート・エメリーに歌声学を指示した。1890年にオーストリアに留学し、1891年に入学したウィーン・ラクユー協会音楽院で、ヨーゼフ・ヘルメスベルガー2世にバイオリンを、フリーデリケ・ジンガーにピアノを、 ヘルマン・グレーデナーに、火星学を、ロベルト・フックスに、火星学、単位法、作曲を指示した。1895年11月9日に帰国して、東京音楽学校の助教授となり、1899年に、教授となった。同校で、滝連太郎、三浦玉樹、元織長代、山田耕作、久野久志、萩原栄一らを育てた。1895年に、 作曲、1897年に東京音楽学校学友会演奏会で発表したバイオリン・ソナタ編補町長は日本人による初のクラシック音楽の器楽作品である。1915年には大正天皇ご即位を祝した混声四部合唱不還元楽曲、大礼奉祝曲を作曲している。1906年15位。 1909年教授を辞したが、この際学校側で勝手に解雇し、出勤して、それを伝えられた延べは、奮然として帰宅し、同情と怒りの声が上がったという。1909年から1910年まで欧米を視察。1912年に自宅に、新生会を創立し、山本直太忠などにピアノを教えた。東宮職御用係となり、後続に音楽を、教授、 1937年、帝国芸術院設立と共に会員となる、1916年作曲の神奈川県立、高等女学校校歌は、高田の作った唯一の校歌である。この曲の冒頭は、滝連太郎作曲の工場の月と同じ恩恵であるが、創生した弟子の滝へのオマージュであるとの解釈がある。ありがとうございます。